高身長イケメン、せめて声はクロちゃんぐらい高くあってほしいどす。今回ですね、最近の購入品紹介、よいしょ。秋冬も立ち上がって、僕ね、もう今回もプグ爆買いしちゃいました。定番の人気のアイテムをたくさん買ってきましたので、よかったらですね、ご覧ください。服好きの方はですね、もう秋冬かなり意識していると思いますし、もうね、服をたくさん買ってる方も多いと思いますが、一緒にシェアハッピーしていきましょう。シェアハッピー、シェアハッピー、シェアハッピー、シェアハッピー。では本編やりましょうか。せーの、料金展開、じゃんじゃん。まずですね、1個目紹介していく商品が、こちらの小森デニムワークシャツでございます。かっこいい。もうほら、すごいかっこいいや。デニムワークシャツでございます。小森とはどんなブランドかというと、小森慶次郎さんですね。慶次郎さんが手掛けるブランドで、全ての洋服の原型は欧米から生まれ、ある目的のために作られたというものであるという考えのもと、今の日本の気候に合う、日本人の体型に合った上質でシンプルな日常着を展開されております。で、小森自体ね、僕ね、学生時代から欲しいなと思っていたんですが、安くはない服が多いので、僕はね、買えなかったんですが、SS から小森たくさん買っていこうということで、無理して買いました。はい。命を削って買っております。命削り買いですね。はい。普通ね、形はオーバーサイズのデニムワークシャツやねんけど、着ていこうか。着ていこう。やっぱテンション上がる服はね、もうすぐ着たいよ。もうすぐ着るよ。すぐ着るやん。すぐ来てる。あ、もう来てる。あ、もうすぐ来てる。あ、もうすぐ来てる。はい、すぐ来ました。ということで、いかがでしょうか。まず1個目のね、お気に入り点がこちらでございますね。この生地の毛羽立ちでございます。デニムってね、超洗濯していたら、こんな感じにはなんねんけど、ほぼ洗濯していないデニムが、このような生地感でございますよ。で、これが毛羽立ってるやんか。ファッサーってね、産毛みたいな感じで、毛羽立ってんねんけど、そこの質感がね、可愛いんでございます。このデニムが2年半ぐらい使って、洗濯もね、そこそこしているデニムでございますが、これもね、カメラではわからんかもしれんけど、うっすらね、毛羽立っていって、いい質感に、ね、なっていってるんですよ。でも、これ、小森はもう新品なのに、そのね、味をはるかに凌駕するこのヴィンテージ感。そこがね、気に入っております。コンフェクトのスタッフさんの話によると、もともとデザイナーの小森さんがですね、海外のコレクションとかを見に行って、服のね、制作のインスピレーションを得られていたそうですが、今回に関してはですね、今回というか、最近やっぱコロナで海外に行けない時が増えて、ご自身の持っている古着とかをベースに服を作っていくようになりまして、それで最近の小森はヴィンテージ感の強いアイテムが多いそうです。あとは、もう一個消えてるポイントが、このステッチですね。一応、白っぽい、白の若干ね、ちょっとだけ黄色っぽい白色の糸が入っているんですが、これがね、ここにもね、一応全部ステッチの部分は入ってんだけどさ、やっぱ糸が埋もれてるんよ。普通デニムの糸ってさ、ドゥン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 ってバンバンって打っていくやんか、はっきり見えるんよ。でもこの小森に関しては、うっすら、ほら、うっすらね、糸が埋もれておりまして、この糸がさ、出れば出るほど結構カジュアルめに寄っていって、それもね、それでもう好きなんですけども、この小森のこの服に関しては、糸が埋もれている部分、綺麗めなデニムジャケットになっておりまして、そこがね、かっこいいと思ったポイントでございます。全体的のね、この生地が、生地はね、割と硬いんですけども、しっかり粗い加工をおそらくされておりますので、硬いながらも体にしっかりフィットする、新品からね、楽に着ていける、かつ経年変化も楽しめるような洋服になっておりますね。非常にかっこいいです。いいね。めちゃくちゃいい。ということで、まず2点目のアイテムを紹介していこうと思います。それがこちらのアイテムです。ブランドがダイリク。ダイリクとはね、デザイナーの岡本ダイリクさんが手掛けるブランドでございまして、ブランドのコンセプトはルーツやストーリーが感じられる服であることというコンセプトでされているそうです。映画とかが趣味だそうで、映画とかを元に着想をね、得ているそうです。で、このニットが2019年の AM かなに発売されて非常に人気であったニットの新しいモデルでございまして、22AW の新作でございます。で、一応商品名がアメリカンドリームインサイドアウトニットでございまして、サイズがね、フリーなんですよね。フリーでございます。で、お値段がね、ちょっと高くて 49,500 円。高いな。ビビるねんけど、買った自分でも。5万 5? いいね。5ですかね、5。はい。もうね、5のニットを着ていって、女子にモテないはずがないってことね。はい。一番服好きに嫌われそうな発言今しましたが、はい。もう女子にモテないはずがない5のニット。はい。まあ、デザイン自体は結構ね、派手で、ここにもうアメリカのね、国旗がついてまして、このようにね、ほら、裏地のようなさ、普通表地やったらアメリカの国旗がね、こう綺麗に映るもんなんやと思うよ。ほら、裏地はさ、すごいな、これ。裏地綺麗に映ってるわ。もうアメリカの国旗が。このようにね、ほら、裏地は逆に表地のように綺麗に映ってるけども、これが、こっちが裏地でございますよ。で、ニットもさ、ほら、こんな感じで普通にこう表地のような感じやんか。これがね、これが裏地でございますと。うん。びっくりよね、もう、お母さんに見せたら、あんた、服裏表反対に着てんでって言われる、絶対確実に言われるようなニットでございます。そこもいいよな。普通にさ、普通のニットももちろんかっこいいし、普通のニットの方が、まあ、着んねんけど、こういうたまにね、癖のあるニットをね、こう着てみるのも、またね、こうファッションの幅が広がってね、非常に楽しいですよね。服って楽しいよね。服って楽しい。それをみんなに伝え、はい、着てみました。いかがでしょうか。もうね、バカデカニット、バカデカニット、モモンがですね、もう飛べそうなぐらいバカデカニットですが、一応素材がコットン 100% で作られておりまして、厚手のコットン生地がね、みちみちに詰められて縫われておりますので、なんやろな、もうスウェットに近いような感覚で着ていただけると思います。でね、もう肩がかなり押してますよ。ここ肘やねんけどさ、ここ肘でここ肩よ。ほんまの肩はここ。ね、もうバカ落ちてます。で、脇もね、めっちゃ落ちてる。もうドルマンですね。ただね、フリーサイズやねんけど、着丈はね、超短い。もともと多分、まあ、高身長がね、こう、アメリカのヴィンテージのニットのような感じで、超着丈短めで着るようなもんやと思うけど、まあ、僕はね、ちっちゃいんで、結果、いい感じに着丈着れております。サイドのここが長くて、後ろと正面に関しては着丈はね、短く作られている、まあ、独特のパターンのニットですね。なんで、まあ、足はね、超オーバーサイズだけど、スタイルはこうそこまで悪く見えにくい作りになっていますね。ポイントはこの襟ぐりが広いんですよね。で、襟ぐりが広いとラフな感じが演出できて、まあ、ここの 22AW とか、まあ、23SS ではこう襟ぐりの広いニットがトレンドに変わっていくので、この襟ぐりがね、広いっていうのは何回襟ぐりっていうね、広いっていうのは僕の好きなポイントの一個ではあります。パンツに関してはこうね、オリーブのパンツと合わせてもいいしさ、デニムと合わせてもいいし、まあ、どんなパンツにも合う最強ニットをね、手に入れちゃいました。このニットね、5です。嫌なやつ。何回も5っていう。